はい、浜リオンです。はい、クラフトマンの伊藤です。よろしくお願いしま す。さあ、今日はいつもと違った感じで、はい、なんか4本も持って今日なんですけど、はい、デザインチューニングのメビウス EX ってやつですか、うん、そう、僕もあんまり詳しく分かってなくて教えてもらおうと思って撮ってるんですけど、4種類今回出たんですよね、種類が、はい、で、日本で4店舗しか売られてないというか売れないらしくて、選ばれし店、選ばれし店ですね、うん、チーオリーブ、なかなか4店舗、4店舗狙われるって相当ですよね。そうやっぱ実績を買われちゃうかなカリフトの違います、店のですか。そうやなかっこいいですね、まず第一に、うん、やっぱデザインチューニングってやっぱりかっこいいというかですね、まあちょっとなかなかのいいデザイン、そうですね、緑青っていう感じが、もっとアイアンとかな、派手や、派手ですよね、アイアンの方はだいぶ抑えられてるから結構派手じゃない人も使えるんちゃうかな。そうですね、なんか、うん、浮き上がってみますね、そこが綺麗に、綺麗、綺麗に反射しますね、うん、あ、デザインチューニングやからめっちゃデザインの話しとるけど結構4本もあるからパパっていってください。このシャフトの特性って、うん、まあ、とにかくこれスペック後で言いますけど、はい、売ったっけ僕、ポンポンって何球かしか売ってないですね。めちゃくちゃ柔らかい、めちゃくちゃ柔らかかったですね。それがすごい、あ、それがすごいんですか、うん、いや、ただ柔らかいだけじゃないねんけど、はい、まあ、とにかくしなり戻りがめちゃくちゃ早いと。あー、なるほど、確かにそんな感じしました。そう、だからヘッドスピードもめっちゃ上がるみたい、うんうんうん、それでまあ飛ばしてくれるって感じ。それで振り遅れが減るってことですか、うん、そうそう、なんかちょっと不思議なシャフトやなぐらいにしか思ってなかったですけど、ちょっと気持ち悪いなみたいな、しなり戻りが早いから気持ち悪くさが、まあ慣れへんから、そう慣れなかったんですよ全然。だって普段そんな柔らかいスペックで振ってないやん。そうなんですよ、使ってるから。確かに、だって僕の適正に 265cpm やと思ってますから、確かにそう考えたら、うん、まあ後でね、そうやね、CPM 言いますけど、うん、だ今これラインナップが4種類あって、うん、DX の SL から始まって L、M、H っていう、これどんどん4モデルタイプ、うん、あれですね、ヘッドスピード、そうやね、対応ヘッドスピードっていうのがあるから、これ一番ハードなやつ振ったんですけど、H やね、H ですね、うん、これはなんでこんな4種類ですか。まあいろいろなニーズに合わせてつちゃうかな、あのいろんな人に打ってもらえるっていうところやと思うんだけど、もうほんとヘッドスピードがもうこれ以上の人振らないでくださいねっていうのが2パターンとか SL と L とか特に。あ、そうなんですか。そうそう、36までとかヘッドスピードがね、33から40までのとかあるから、ある程度ヘッドスピード40超えてる人が打っちゃったうんうん、なシャフト折れるかもしれないですね。折れます折れます、うん、だから女性とか年配の男性の方とかでヘッドスピードを上げたいっていう人は結構おすすめ、その辺はおすすめのステップかな。名前難しいないですかこれ。これ、はい、いやでも見方によっちゃ簡単。どういうことですか。 H、 まあこれは僕の予想、はい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 、うん、だから H だったらまあ手元より、あ、 M だったら中、はい、L だったら先系あ、ってことは H はキックポイントハイで、かも諸説あるってことですね。そうやね、メーカーではマルチっていう表現の仕方、表現の仕方してんねんけど、多分そうちゃうかな。で、ミドル、ロー、うん、スーパーローかもしれないですね。そうそうそう、多分そうちゃうかなと。触れる人ほど元に欲しいじゃないですか、うん、そうそうそう、手元に来て暴れないシャフトが欲しい、トルクを絞ってっていう感じじゃないですか。確かにもうそれ通りになってますもんね。そうやね、あ、そう、多分そうちゃうかな。確かに諸説ありやけど、うん、そうそうそう、僕もなんか濃厚に感じてきましたね確かに、まあ、まあ、あとはそうやね、やっぱりカーボンシャフト自体がすごいいいの使ってる。あ、質をってことですか、うん、そのカーボンの質が高い、質が高い。僕もちょっと調べたんやけど、はい、このパン系 PANK 炭素繊維っていうのを使って、うん、
調べたら、まあ、三菱レケミカルがなんか結構使ってるというか得意してるような繊維、炭素繊維というかカーボン繊維の説明読んでもちょっとよう分からんかなるほど、まあ、何しか、うん、三菱が使ってるぐらいから、まあ、カーボン繊維に関してはまず間違いない。そうですよね、うん、三菱さんはもうこの分野で言ったら一番業績ナンバーワンというか、うん、そうそう、カーボン繊維に関しては間違いないんで、はあ、まあ世界の三菱って言ってもいいですもんね、まあ、シャフトの中やったら、そうそうそう、宇宙船とか、そう、宇宙船ちゃうなロケットとかそ そういうのとかでも使ってるからまず間違いない。まず間違いないですね、うん、じゃあ強いですね。そうそう、で、まあ、今回は試打用でうちで打てるように作ったやつなんで、そうでした、まあ、この流行りのヘッドでちょっとデータ取ってみたんで、ご紹介しようかなと思います。お願いします、はい、言い忘れてました完全に。試打用で組んだことをそうやね。でまず1本ずつ言うんでちょっとまあ長くなるんでご了承くださいね。まず SL、今一番柔らかいやつからいきますけど、これ全部長さは一緒で 45.25 でバランスは C の8、重量が 292g で振動数190です。やっぱりだいぶ柔らかい、うん、そうですね、うん、で40超えた人が打っちゃうとまず折れちゃうパッといきますね、うん、だから女性とかには結構おすすめかな。あ、確かに確かに、うん、で次が、L、DXL、 これが 45.25 で C の9で重量が 296g で振動数はちょっと上がって 202cpm です。で次が M、 これが 45.25 で D の 0.5、重量が 304g で振動数が217です。で H が、45.25 でバランス D の 1.5、重量が 313g で振動数228です、ね、一番ハードと言われる H でも228しか出てない。いや柔らかいですね、それ聞いてたら打てないですね。だから結構どうやろうな、叩きに行くようなシャフトでもないんかなっていう、とにかくこうシャフトの動きを感じながら打ちたい人向けかなっていう。確かに飛びそうやけど、うん、叩きに行くシャフトではないんで、ではなさそうですね、うん、数字だけ聞くと。そうそうそう、でも諸説ありやけど、はいかもしれないですもんね、キックポイント、うん、多分ね、一応マルチと表現されてますけど、うん、その辺がちょっと違うのかな。まあ動画今度撮ると思うんで、それで飛ぶ飛ばんは安定性重視なんか飛ぶ方重視なんか分かると思うんで、まあそっちの動画も、うん、ママキンのそのシダによって売れるか売れないか変わってくるかな。確かに、ね、4店舗の中で4店舗しかないから、やっぱ打たれへんのよその店で。確かに、打ちたくても、だからうちあのシダクラブ作る取るんで、しかもネット限定のやつやから、そうそうそう、ね、うん、なおさらシダできるところって、まあ近い人はもちろんうちに来てもらってもいいし、そうですよね、うん、フィッティングしますしね、まあ、ね、うん、よその、ね、県の人とかはなかなか打つ機会ないんで、ちょっとね、冒険買うのにもやっぱり値段も結構高いんでね。かっこいいけどちょっと高いですもんね、うん、52,800円とかですね、税込みね、52,800円です。高いんですよ。高いですね、まあデザインチューニングにしてはっていうところありますけど、うん、それでも52,800円はね、安い買い物じゃないと思うんで、できたら打ってみてほしいな。そうですね、打てるんだ、まあやっぱりシダ動画にかかってるんちゃうかなと思いますうまいことみんなに伝えるんだろうなと売りに行こうじゃなくて伝えに行く感じで、やっぱその打球どんな感じで飛んでるとかっていうのをやっぱ見たいわけやから、確かに自分が打たれへんから、やっぱどんな感じで飛んでるんやっていうのを見たいかな。確かにそれが YouTube の、ね、うん、良さでもありますしね。そうやね、しっかり、うん、ちょっと次いいレビューしてください、はい、いいレビューができたらなと思います。今回はあのシダクラブやから値段がないですよね、まあ、値段とかシャフト単体がこういうのができましたよっていう動画なんで、はい、またよかったら、はい、よかったらうちに来てください、はい、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、自社サイト PayPay も楽天市場に出店しております。 YouTube ライブでショッピングをしております。よかったら見ていてください。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。